ハインリヒ・ハルダーは、ドイツの画家、イラストレーターである。古生物を描いたイラストを描いたことで知られる。ドイツ、メクレンブルクイコールフォア・ポンメルン州のプッツァーで、白爵家の農民の息子に生まれた。ベルリンなどで学んだ後、1874年から1876年の間、マルティング・ロピウスが、校長のベルリン王立工芸学校で学び、 画家のカール・グロピウスの工房で修行した。1890年から1892年の間はベルリン・芸術アカデミーの風景画の教授のオイゲン・ブラヒトに学び、はじめは風景画を描いた。1900年にハンブルクのチョコレート会社テオドール・ライカードが作った60点の個性物のカードの絵を描いた。このカードの解説を自然科学者で作家の ビルヘルム・ベルシェが執筆した。ベルシェとは1898年から共同で仕事をしていて、1906年からベルシェの多くの著作の図版も描いた。ベルリン動物園のイグアノドン1910年には、ケロンのルートビヒ・シュトルベルクのチョコレート会社のトレーディングカードのデザインもした。1906年から1923年まで、ベルリン芸術アカデミーで教え、 1913年からは教授に任じられた。1913年にベルリン動物園に水族館が作られた時、水族館のファザードに古生物を描いた装飾を行い、イグアノドンの彫像を制作した。第二次世界大戦でこれらの作品は被害を受けたが1978年に再建された。ありがとうございます。